ご機嫌いかがですか長谷川隆です安倍政権は日本を世界金融資本に売り渡し日本を破壊し日本を滅ぼしつつあります売国亡国の政権ですそして自由民主党は戦後保守を掲げその実態は売国亡国の政権です 安倍政権は北朝鮮と中国共産党の脅威で政権を掴み維持している政権ですこれに目を奪われてはなりません経済政策や国防安全保障の問題は何ら解決に向かっていません経済政策は前の 一時的なひどすぎる政権と比較することでごまかしているだけです国を滅ぼします安倍晋三首相は周囲に引きずられているのではなく乗っているだけです自由民主党から出された法案で 自分の政権維持に邪魔とならないことはあえて反対しないで成立させています。また自由民主党国会議員、地方議員も自分の議員再選選挙に邪魔にならないことはあえて反対しないで成立させています。 保身のみあえて敵を作らない選挙票につながらないまた効率の悪い陳情は受けたふりをし何もしていません安倍政権にとって北朝鮮による日本人拉致事件は北朝鮮の脅威を示し 保守層の支持をつなぎ止めておく案件に過ぎません。安倍政権には、解決につながる具体的な行動はありません。拉致被害者家族の集会に顔を出して、やっているふりの挨拶をするのみです。 青いリボンが悲しく見えます皆さん私は安倍政権を積極的に支持することはできませんしかし立憲民主党をはじめとする野党の諸君を支持することもこれまたできませんしたがって安倍政権に対し強く 希望を要求を突きつけるのみです。